13管楽器のための組曲編の長調作品4は、リヒャルト・シュトラウスが作曲した管楽合奏作品である。13管楽器のためのセレナードを高く評価したハンス・フォン・ビューローが同じ編成によるより大規模な作品をシュトラウスに依頼したことで1884年夏に作曲された。思わぬ依頼に奮い立ったシュトラウスは早速ロマンティックな第一に楽章を書き上げたが、その時点でビューローが望んだのがバロック風の組曲であることを知らされ、第三余楽章はバロック風の形式で書かれることとなった。初演は1884年10月22日、毎人間宮廷楽団がシュトラウスの町であるミュンヘンを訪れた際に行われた。指揮はシュトラウス自身が務めたが、シュトラウスは演奏会当日の朝にその予定を知らされ、しかもそれが指揮者としての公式なデビューであったために、大いに狼狽したという逸話が残っている。初演は成功し、シュトラウスは21歳にして、宮廷楽団の補助指揮者として採用され、その後のキャリアを決定的なものとした。出版は大幅に遅れて1911年に行われ、この際に1883年作曲の演奏会用序曲破綻調 TRV125 の出版が実現しなかったために欠番となっていた作品番号4が与えられた。検定はルートヴィヒト入れに行われている。セレナードに比べると演奏機会は多くないが、シュトラウスの作品の特色である楽器の用法の巧みさと緻密な同期操作、大砲の手腕を随所に見ることができ、若き作曲者の力作の一つと言える。13管楽器のためのセレナードと同様、作曲者自身による詩で連弾編曲もある。全4楽章からなり、演奏時間は23分前後。ありがとうございます。